よいしょ。3枠目じゃった。ワコドラ。ワコドラ、たすけさんいらっしゃい。一月ありがとう。ワコです。エツさんいらっしゃい。エニクスさんいらっしゃい。PJP さんいらっしゃい。まだ1時間しか経ってない。たたまん。わこそは、あとで年末案件の URL 教えてください。前回サイトが落ちてたので。あのね、今も落ちてる気がする。今って見れる案件。どうしよう。せっかくみんな回答してくれたのにな。あれはそうだったんですか。うん、多分まだ落ちてる気がするわ。ムロさん、ナインさん、スラさん、ノリさん、ドクちゃん、ツキーさんいらっしゃい。 URL 先行ってもページが表示されません。あ、マジですか。じゃあね、なんかね、サバ落ちしてるっぽいですね、アンケート。読み込みになってるわ。うん、色相やっちゃった。おお、もったいな。123123123。こう後ろ回らん方がいいね。231231。腰もまだあるので、再び回復を待ちます。鳥とべさんいらっしゃい。うん。まあ、年末に間に合わなくても、ねえ、来年紹介すればいいしね。鳥とべさんいらっしゃい。コールさんいらっしゃい。あれって回復するもんなのか。サバ落ちは回復すると思うんだけど、走られてるんですよね。体力じゃないかな。あ、やっぱ当たって死なないや、あの火山。あれ一生懸命避けてた。あら、クラッチいた。7面ぐらいかな。アーケード版が9、10面だっけ。レトロブリークいいやな。うん、いらっしゃい。で、7から9のループで死んだから、私がずっと9面です。9面です。了解です。9面だって。いけるんやないか。9面や。1面少ないんだね、アーケードの。責任を感じるんや。やってるだけでも楽しいからさ。こいつ苦手だ。懐かしいゲームですね。いらっしゃい。しんな。エルクさんのホンホンちゃんさんいらっしゃい。3コンティニューで9面かな。久々シューティングもやっぱ面白いな。避ける。避ける。
ーを無視すれば9期で9面だが、9期で9面こいつが苦手です。あーひーひー当たってない。最高は3面まで行ったか。雪になっちゃダメ。うん、いらっしゃい。ヒムさんいらっしゃい。めっちゃ懐かしいのやり。めっちゃ懐かしい。なんで棒読みえなりなの。えなりちゃう。吉田くんや。よし。こいつは炎を吐かないか。吉田さん、吉田さん。避ければいいのか、こうやって。無理に倒さなくていいから。よし、ほとんどんじょの糸ドラッシーほんとんじょの糸二つにもゆなりで玄米から吹いた訴訟。似てるかな。もうちょっとピッチ下げたらえなりかずきかな。ドラッシーめっちゃ懐かしいわらわら。懐かしい。私が笑っちゃうよ。よし、行きました。ピッチ上げてみようか。はい、なんとですね、パチ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 サチソハサチソハ、ありがとう。えなりかずきならむかなり好きだな。わらわら、かなり好きだな。この面のボスは倒せたっけ。コントンじゃないか。コントンじゃないか。さて、今回ご紹介する商品はこちら。高圧洗浄機ケルヒャー、わらわら。このドラッグリケルヒャー好きやな、ヨジナ君。金利手数料は全部ジャパネット負担で、わらわら、わらわら、わらわら、ダブリュー。似てるな。吉田くんじゃなくて高田社長にするか。やめて、わら、やっぱわらわら。似てるな。このあー、3玉かいな。高田社長だわ、わらわら。いつ見てもケルヒャー売ってるからな、わら。そうなの。声高いっすよね。そうなんだ。へぇ、最近全然見ないよ、ジャパネットって。あー、頭がでかい。友達コレクションの音声を思い出した。社長、あー似てるかも。金利手数料はジャパネットが負担。カーナビゴリラ社長インゴリラキティ。安定やな、ゴリラ。中田社長から世代交代してからのは、あ、でもこれはよく壊れるよ。ケルヒャーとレイコッツとアトヒラマリっていうマダニが鉄板、馬と鯉も似てる。パソコンでイランデジカネつける。イランデジカネつける。期間限定、しかも50個限りですよ。今しかございません。さらに、そういうタイマーがついてきます。ジャパネットあるあるわらわら。あるあるやね。あ、これどうなんだろう。3玉に範囲は広いのか。この電子辞書、200以上の辞書が入ってるんで。こんなんなった。商品に限りがございます。お早めにお電話をお願いいたします。この土台高いけど壊せなかったって。抱き合わせは困る、わら。壊せる。どうだろう、壊せるかな、これ。ソニータイマーいらっ。あ、あ、やっちゃった。なんと、セットで、こ
ノイズティーカード512MB を50枚もつけてこのお値段マラカさんとって近づけんだよな、あこよ、わら、あわら、あ、あ、いっぱい出る、いっぱい出る、わらわら、いっぱい出るよ、ほっ、ティーカード多すぎわら、多すぎ、社長お帰りくださいわら社長お帰りください、いらないですからそんなに。50枚ですよ。510メガ50枚もいらんわらわら。もうやだ、高野さん聞こえてきた。いらんわ。この後ボスだったかな。よし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 。家カラオケのやつ社長が歌ったら点数が上がる。声のトーンが微妙に上がるのが笑える。わら、なんとですね。あと2枚つけたら点数低かった。離れる。え、卵を壊す。勝手に高田社長を再生して困る。わら、小原さんの自爆わら。私が自爆してまう。卵。卵。よし。で、たまメロンパンになっております。やめて。前にジャパネットで予約。もう来週は吉田君に戻すからね。笑けちゃう。よし、もうちょい。メロンパンでわらわら。メロンパンがデスネセットでついてくるんですよ。メロンパンになっております。よし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 。耐え忍ぶぞ。頑張るぞ。よし。メロンパン限定。よしよし。吉田君のピッチを上げたら他社長になる。これってトリビアになりませんか？トリビアですね。これなん見えないな、この子。ランダム 150% 効果は一役。これなんで見れないのね。これね、最高ピッチですね。やるやん、高田社長やばい、わらわら、ゲルハ、タスソハ、オッケー。気まぐれさんいらっしゃい、オッケーさんいらっしゃい。よし、グレイブヤード。ここで死んでね、さっき。頑張ります。シーさんいらっしゃい。あれじゃ、台風か。50% だからね、花沢さんにも聞こえる。頭の形が色いから。花沢さん。真っ黒わら。あいつ体育っぽいな。頭の形を知りたかった。磯の太一だ。磯の君。磯の君。これ太一が今安全で。よし。いよいよ。卵も勝手に割れます。ちょっと酔うね、揺れたら。見てください、このモデル。モデル。なんかいる。なんだあいつは。あ、なんかすごい速いの来る。レーザーってこれかな？弾はそんなに速くないから、落ち着いて処理して。よし。あ、そうなの？俺は小原の笑顔に今やってくれてるの一緒に。その人は私。M さんいらっしゃい。俺は小原の笑顔にやったよ。あ、高田社長言われてもな。わらわら、これラストコンティニーじゃないかな。届くのか、冷凍エネルギー、水分に失敗したのか、緑が良いね。確かそういう言い方するよね。冷凍エネルギーって。わかりやすいように言ってんだろうな、多分お年寄りとかに行けて。さあ皆さん、期間限定、地下の50個だけ。今しかございません。確かに言うねわら。言うよね。冷凍エネルギーで言うねわら。あいつ苦手だな。お
早めにお電話をお願いいたします。高田社長がいる、わらわら。高田社長がいるな、マジモンがいるな。昔の人は大会でビビタネわら。うん、こいつ嫌いだ。あとは燃えてる女の子がシルエットになったりする。あ、そうなんだ。私は見えたもんね。こっちなんか出るよ。9800円。よし、毎度懐かしいですね。さとみみさんいらっしゃい。あ、ほんと長くて遅いね。契約でしまいます。綺麗にくろうた。和骨色入ってきた。仏薬さんいらっしゃい、おかえり。まだだよ、ちょっと高田社長にいじめられてる。もうおかしくね。吉田くんから高田社長になった。高田社長と変わられた。電子辞書のコーナー、やばい、この面の先が見たい。増える増える。2がね、安定なんだよ。3にするとちょっと当たり幅増えちゃうから。あ、こいつ優先だな。で、3、4、2、3、4、うん、やっぱ魅力的なんだろうね、お年寄りとかさ、年配に。これはすぐ倒す。吉田くん帰ってきて。めっちゃある。なんやあいつら。収録辞書が机に置き切れなくてどんどん引きの絵になるぞ。送料はもちろんジャパネットが負担いたします。高田マイスター大杉わら、社長を恐れるべしわらわら。ラストコンティニュー、まだあった、よかった。ちょ、死にすぎたな。これ全部まとめて29,800円。これ強そうやね、緑のさ、このぶっといやつ。鳥の鳴き声も聞けるんやぞ、おわら。そうなの？電子辞書で？電卓や電子辞書なら使えても、パソコンが怖いのです。安いですよ、わと。パソコンは怖いんだ。いらっしゃい。本日ご紹介する商品はこちら。よし、紹介するね、わら。鳥の声わら。0120-5441-22-20回まで金利手数料無料。見てください、このボデー。このボディ大地助かるな。ちゃんと避けて。大地はいいね。大地いいな、あれな。で、こいつを優先して。あのね、吉田くんの声上げれないのって言われて、最高のピッチにしたら高田社長に言ったの。上げれるよって言って上げてみたら、こんなことになる。低くしたらどんな感じになるのね。相当になれば面白いんだけど。わわわわわわわ。こいつ。これ前に避けた方がいいかも。よしよし。いけるいける。もう1台お付けしちゃいます。いらんわ。2台もいらないんです。あ、なんか来た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 。なんかこんなおったな、こんなおったな、こんなおったな。39,800円。よし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 、ボス来たよ。来た来た。ジャパネットの花ミニティ。いらっしゃい。ソニーが砂漠のドラゴン的なやつだ。安い、ありがとう。ここアンチじゃね。飛ぶない。残念狙いかな。あの光ってる狙いだな。今回のこの放送終了後30分限定。爆発する。わら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 。ダ
メだ。電子辞書文字の大きさも変えれるんやぞ。大倍にしたら10文字くらい。画面いっぱいか。わらわら、あーわら、あー。でも、わかった。あんな感じやね。声わら、この放送を見ている方だけです。限定なんですね、社長。みんなジャパネット好きだな、わら。でも、見てるだけでも楽しいよね、あれね。こう、引き込まれちゃう。ジャパネット。この放送そんなにすごかったんだ、わら。バッテンガー第一かな。だいまさんいなさい。確かにまだ中田社長頑張れ。玉に料理してるのね。日本人なら誰しもこの人たち最初対空で倒せるわ。じゃあ対地で。でも多いから。みんな見るといい。手数料はソハラが負担。なんでやねん。震災の時に一時復帰したのかっこよかったね。わらわら。よしよし。で、この後、緑色の武藤が出てきて、1、2、3。で、こうか。よしよしよし。よし、頑張ります。うん。言うわな、それな。富士フィルムのって言うね。息子ってちゃんと見たことないかも。綺麗でしょ。今もう出てるんジャパネットで。キャノンのことキャノンってちゃんと言うのかな。キヤノンって言うんだよね。これもでキヤノンだもんね。正確には全部つけます。お、いいね。ピンク、ピンクええなぁ。テレビも出ないらしい。コンジャパネットは大体4人で回してるよ。このドラゴンで中田社長って名付けよう。ドラゴン？あ、そっか、首取っちゃダメなんか。でもこれでもジャパネット、ジャパネット、俺はジャパネット息子。ジャパネット、ジャパネット、テレビの前の皆さん、これものっぽいです。やっぱり高田社長のが落ち着くよな。そうなん。ピンクでツインできればいいんだけどね、わら。そうだよね、ピンクで、ピンクで二玉になれば。三面の巫女は 50% の確率でしか顔を見れないような。そうなんだね、じゃあ 50% を引いてるんだ。たった一台に1万冊収納。1万冊収納。そうなのか、わら。昔はスキャナーつけてた。今も一体型が多いからな。ずっと引いてるんか。シュレディンガーの巫女サイドに移動してた。あれ、わった。ジェノンって観音から名付けたんじゃ。終わっちゃった。ハイテープを使わないデジタルボイスレコーダー4時間以上録音できます。なんか流れた、なんか流れたかな。デジカメなんかおまけのが大きいもんな。スタートからだね、わら。すごいの来た。画面外まで出てって戻ってくるのは辛い。だよなぁ。わら、職人来た。なんかすごいの流れた、わら。燃えてる猫はダメージを負ってると顔見れるみたい。あー、そうなんだ。へぇ、条件があるんだね。ワンモア、ワンモア、うん。一面からいいかもわら。うん。ズババンズババン。どんな掃除機でも下取りしますよ。あれ解体して部品をね、あれしてるんだろうね。本当にどんなでもって言ってるもんな。リベンジ。今何時？1時か。今ならさらに下取りで2万円。2万円ですよ。2万円ですよ。辞書
ここ死なずに行く目標。あ、そうだね。すごいよね、ちゃんとリサイクル精神で。お客さんも満足するしさ。あの社長が1代目でしたっけ、ジャパネットって。当社が指定する品に限ります。何やねん、そうね。めっちゃ限られるやん。わらわら、ジャパネットは高田社長が初代だよ。初代なんだ、すごいな。リサクルできませんね。いや、リサクル。そうだね。でもテレビまだ出てるよね。これだけついて、いやでもだ、今回お値段たった29,800円。社長英語テラペラらしい、聞いてみたい。へえ。一面の美穂は必ず顔を。でもなんか発音も独特そうで笑ってしまいそう。順番に倒す。1,2,3,4,5,6,7,8。よし、映像お、オプションついた。ダイバー1台で気づいた会社って息子や孫がダメにするんだよね。そうなん。もう龍が如くに出演したらええねん。そうだね、ありえそうだけどな。あのね、ペルソナ4ではね、似たやつがいましたよ。そうでない会社は目立たないだけかもしれない。うんうん、社長がいないというか独特すぎるもんな。取らない我がジャパネット高田は永遠に不滅です。アキラさんのあの声が合わせるんだってさ。へー、独特な声の人ってね、やっぱそういうのをこう売りにしてあれしたらいいな。ヒロさんいらっしゃい。フィアさんだと社長とも組んであるで。フィアさんいらっしゃい。3だったっけ。よしだ、君元気になってる。うん、あなたもテレビにジャパネット田中社長が、あなたのテレビに直ネット田中みんなの。懐かしい。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、いけた。初音ミクの社長バージョンが欲しい。わら、初音ミクの社長バージョン。フィアさんいらっしゃい。ソフラもう半分クリアする気ないでしょ。ありますよ。あるよ。全然ありますよ。めちゃくちゃありますよ。だから社長出てボッケあります。ボッケあるで。3のフェス版や PSP 版で高田社長君があるね。キリュウさん。いらっしゃいましたね。いらっしゃいました。クリアする気はあります。あります。エアバッグの高さ。でもジャパネットの知識が流れてきてるからさ。ちなみに金曜日はドラスピ役になります。アドベンチャー役の代わりなので。この火山が気になってしまう。下の方でも湧いてたな。高田枠じゃなくて、なら俺が高田枠じゃない、ドラスピ枠です。高田枠じゃないよ。慌てず、ちゃんと敵を倒してからアイテムを取る。あのね、何回か当たってるけど大丈夫っぽいな。よし。双子になった。今日入れてあと3回。三つ子になった。ジャパネットジャパネット夫婦夢のジャパネット高さ。夫婦？あの粘土人形。